こんにちは。旗を作りました。もちろん旗なので、風を吹かせると。旗がはためきますね。これだけでも面白くて、一生見てられるのですが、今回はこれとは別に、ちょっと気になったことがあります。この旗が、伸びる素材だったらどうなるのか？ではなくて、月でも旗ははためくのか？気になりました。昔、アポロ11号が月に行った時、月面に立てた旗がはためいているのはおかしい、という話題がありました。今回はこれを検証します。というわけで月に来ました。月の重力は地球の約6分の1、大気はありません。実際に建てられたとされている旗と同じように布を取り付けます。旗がはためいていた理由は、地面に刺すときにぐりぐりとボールを回していたからだそうです。なので、旗の下に土台を置き、同じようにぐりぐりしてみます。では行こう。行きまーす。はい、はためきました。大気がなくても、旗は動かせば、はためくことがわかりましたね。なぜはためくのか、それは、慣性の法則のせいですね。体力がないとき、止まっているものは止まり続けようとし、運動しているものは運動し続けようとします。ボールが動いても、旗の端は止まり続けようとするので、動くのに時間差が生じ、はためきます。